皆さんは血液を構成するそれぞれの血球の大きさや存在比をイメージすることはできますかこの動画ではそれをイメージしやすいような 3D アニメーションを用いてそれぞれの血球の大きさの違いや存在比を説明します。血液の55%は液体成分、45%は細胞成分からなります。血球はこのうち細胞成分に含まれます。細胞成分は酸素を運ぶ赤血球、 傷ができた時に血液を固める血小板、細菌などを撃退する白血球に分けられます。そして、白血球には他にも分類があり、単球、好中球、高酸球、高塩基球、T 細胞、B 細胞があります。それではこれらの大きさの違いを見比べます。血球を背の順のように並べました。血球は髪の毛や花粉一粒の直径よりも小さい粒子です。血球では血小板が一番小さく、 単球が一番大きいことがわかります。大きい白血球の中には核があり、小さい結晶板や赤血球には核がないことも観察できます。次に存在比を見ていきましょう。やはり血が赤いだけあって、赤血球が多く含まれています。先ほど観察したサイズの大きい白血球は血液中には多く含まれていないことも観察できます。次に白血球の種類別の存在比の比較です。このように、 白血球では種類によって存在比が異なることが観察できます。しかし、今まで述べてきた存在比が常に同じであるわけではありません。風邪をひいたり、炎症がある場合などは、それらと戦うために白血球の量が増えることがあります。当チャンネル、ひじお c G では、教育機関、研究機関でのデジタル化を支援するため、3D 資料の無料提供をしております。これからもどんどん改善をする予定ですので、応援とサービス利用によるサポート、 ご意見などよろしくお願いいたします。